私の名前はペタ、とある魔王の娘です。誰の娘なのかですって。それは日本一ソフトウェアプレゼンツ、魔界は一つではない。野心旺盛な魔王たちがうじゃうじゃいる。それぞれの魔界を持ち群雄割拠している。それが魔界、宇宙最強の魔王ゼタ。やはり我は宇宙最強なり。預言者プラム。どうやらまた私の助けが必要みたいね。邪神バルボルガ。僕心配して飛んできたんだよ。破壊神アレクサンダー。当然だ、俺様は今育ち盛りだからな。暗黒竜バビロン。わしゃバリバリの現役じゃぞ。謎の少女トレニア。あなた怒ると可愛いわね。魔帝ロイヤルキングダーク3世。待たせたな皆の者。冥王シードル。仲間、俺にそんなものがいると思うか。背徳者サロメ。私の邪魔はさせない。8人の魔王と謎の女。物語は魔王ゼタに降りかかった最大級の災難から始まる。超魔王級の熾烈な戦い。魂を憑依せよコンファイン。願い事が何でも叶う全知全能の書。戦車に乗って大暴れ。仲間を建物ごと召喚。自由度 120%、はっちゃけど 200%。 超魔王級の豪華声優陣。小安武人、水橋かおり、源田鉄章、野島健二、青野武史、野戸真美子、若本森生、池田修一、折笠愛。超魔王級の豪華絵師たち。伊藤聡、尾崎智美、菅原健、名倉康弘、山下俊也、米田仁、DK、問い八。そして禁断の上。作曲家陣も超魔王級。最強の自由度、最強のやり込み。思えばあの人が初めて登場したのもこの世界だったわね。そして PSP 版の追加要素は大型追加シナリオ、パパは最強魔王編、私こと謎の少女ペタが大活躍の物語、ミヨ必殺のペタビーム。史上最強はちゃめちゃシミュレーション RPG ファントムキングダムポータブル、2011年9月22日発売予定。初回限定版にはファントムキングダムアートワークス復刻版とオリジナルサウンドトラック復刻版を同梱。無限魔界ディスガイア、アンドロイドに登場。日本一ゲームスにてファントムキングダムのデジタルコンテンツも好評配信中。私の名前はペタ、とある魔王の娘です。誰の娘なのかですって。それはもちろん、お会いするまで秘密ですわ。